やっぱ相変わらず放送ちょっと何日かやんなくても人気なんだな、俺ってな。やっぱ人気だな。人気。人気だね。あ、きっと、シンも許しちゃい。来なくて終わりだよ。オートマト君も許しちゃい。なあ、ちょっと放送やらなかったからってさ、こんななっちゃう。例えば、なんか行った時に、ね、この前そう、ちょ、聞いてよ。この前ね、スーパーつかデパートの中にいたらさ、あれもしかしてニコ生のユイガさん、ツイッターにつぶやいたんだけど、ニコ生のユイガさんですかって言われて、ギャルに、あ、そうですけど、つったら、拍手してくださいってギャルに言われたんだけど、4人組ギャル。4人組ギャルに言われた。4人組ギャル。で、拍手した。あ、マジで。モフモフの、早手笑ってっけど、マジで。だろ、びっくりしたよ。びっくりした。うん。ちなみに場所埼玉。ツイッターにつぶやいたよ、だから、その時。ギャルがニコ生知ってて、多分ね、20歳、ちょっと超えたぐらいの子。びっくりした？リモコンいらっしゃい。埼玉。大宮。セクロスしてねえよ。そこまでの流れに行かない。なんでお前、飽きして、セクロスする流れに俺の場合になるんだよ。セクロスしたって、それは妊娠したになっちゃうよ、そしたら。今度メールします、お願いします。可愛かった。4人のうちね、2人は可愛かった。後ろにいる2人は可愛くて、前に先頭に歩いてた2人組の、俺のことを知ってるやつのリーダーみたいなやつは、めんどくさかった。5P じゃねえ、やってねえ。何回したってやってねえってさ。大宮行くよ。先輩だけすると妊娠するのうざいよ、先生のこと。うん。うちのクラスもみんな優雅なこと知っても嘘つくんじゃない、暇あり。あらわけじゃないよ。100円ローソンには行かないよ。うん。ダメですよ。行っちゃ、見てるかも。あ、本当に？ありがとうございますね。ね、大宮の某デパートで、握手してくれたギャルね。ありがとうございます。本当はね、手舐めたかったです。ありがとうございます。あの、後ろの子ね、あの、前の子は舐めたくないんだけど、って、身長でかくて、毛ばすぎです。あと、体ごついね。あの、前の子はね、あの、すごい一生懸命握手。最初に握手したんだけど、あの、15秒ぐらい握ってずっと離さなかった子ね。あれ長いですからね。そっちの子いいんですけど、後ろの子可愛かったですよ。あの、ちっちゃくてね、ちょっとね、可愛かったです。ともちゃんに似てました。AKB のともちゃんに似てました。しょうがないよ、これ。めんどくせえじゃないよ。あ、いや、だから、そんなこと言っちゃうめん？いや、だって、エビと会ってない。立たないよ。サインしてない。握手だけ。今頃泣いてるよ、もう。舐めるの消してよ、もう。生放送ですか？カットできないです。ライブ。兄貴はファンなら見てるから無理。うん。なあ、ほんと、嬉しかったよ。ともちゃんって AKB のよ。うん。ニコ生卒業したら芸能人無理だろ。今アンチが増えたから、なんでだよ、ニコマシティブは。握手したら手の前に書いてない。その後便所行った。その後便所行って、ションベンした。ションベンに向かおうとしたの、俺。絶対、その前に、いせって、アラマクさんの妹はリスナーですよ。アンチになっちゃったら大丈夫だろ。うん。手舐めるぐらいに何をしたかった。何をしたいってないよ。恥ずかしかった。だってさ、デパートの中でさ、あれ、ニコ生のユイガさんですかって言われる立場になってみ。みんな言われてみ。あれ、ニコ生の岡のぼるさんですかとかさ、ニコ生のさくらさんですかって言われてみなよ。あ、ってなるだろう。ってなるだろう。いや、嬉しい。気持ちは嬉しい。え、こんな場所で、握手ってなるだろう。押し倒すかねえだろ。嘘つくんなら4350。まずこの人の二国と違うだろう。そういうの言うが初めてだよ。俺、街中で握手求められたの、初めて。今回。そのギャルが初めて。今までなかったから。たくさん、女作らない状態っていないんだもん。ウィズミーね、スカイプくれるけど、あったら顔ばっかだった？一人すっかり有名人。もうニコ生やめない？場所っていうかファン、ファン、スポットがあるんじゃない？でも俺のファンって結構さ、マニアじゃね？結構マニアじゃね？俺のファンってあかんな。俺のファンってすごいさ、コアなファンじゃん。だって2700人、800人でさ、動画とかあるけど、2800人ぐらいのリスナーさんしかいないところを抱えてるところマニアだろ？どう考えたって、うなとかと違うんだから。ああ、そこだよ。骸骨フィッシュじゃない。あと13分だ。
名が売れてるってこと？でも名前は売れてるけど、顔わかんなきゃ握手できないじゃん。うん。握手にぜひね、会った時は。あと17分くらい。岩田の嫌いじゃないですから、あれですね。延長しようとしないよ。あ、まゆね。あ、まゆあれでしょ？コミュニティくれた人ね。女の子か男の子か教えてくれれば。声かけていいですよ。ぜひね、飯とか食いに行けたら食いに行きたいなと。順も間に合ったよ。嫌いじゃないどころか、むしろ、好きだよね。そろそろサインも考えて無理だよ。ウラという人より好き、あれとお前ね。今、ニコ生で一番。でも、すごいよ。これだけやっぱ放送に来てる。マルボロいらっしゃい。おべえこもいらっしゃい。ついに先輩も芸能人ばり。蹴り飛ばすのやめて痛いから。大久保なの。